こんばんはネオシギンスタートです皆さんこんばんはシギンアーティストのけいせいです皆さん今回もお聞きいただきましてありがとうございます女優の有本瞳ですさて今お聞きの番組ネオシギンこの番組はシギンという素晴らしい日本の伝統文化芸能を 英語でネオシギンと命名し、上昇流上昇銀道会総けけいせいさんがこれまでとは異なる切り口で皆さんが持つシギンのイメージチェンジを図っていこうという番組です。はい、えー、この番組を通して一人でも多くの方が、えー、シギンの魅力をあのに気づいていただいてね楽しさなんかを感じていただければいいかなと思っております。はい、それではまずはシギンアーティストけいせいさんの略歴からご紹介させていただきます。 圭生さんは福岡県筑後市のご出身で3歳より父上昇銀動会宗家井ノ口上昇より詩吟を学び数々のタイトルを受賞また9歳より榊原舞踊青山流の舞を学びこちらも全国大会等でタイトルを受賞1996年にキングレコードより歌手としてデビュー2006年より伝統芸能である詩吟や剣士部の良さを多くの方に伝えたいと 銀影舞踊アーティストとしての活動も開始学校での講演活動や様々なジャンルのアーティストとの共演ライブハウスでの詩吟パフォーマンスなど若い世代にも受け入れられる詩吟を追求また海外でも中国・北京フランス・パリチェコ・プラハ UAE ・アブダビ島で海外公演を行うなど日本だけでなく世界に詩吟の魅力を伝えられ各メディアでも活躍中でらっしゃいます。 そしてこの番組ネオシギンで慶生さんと番組を進行させていただきます私は女優の有本ひとみと申します現在はドラマや映画を中心に活動させていただいておりますそしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4土曜お昼2時30分から乙女トライアルという番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますのでぜひこちらも一度お聞きいただければと思いますはい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします なお、この番組収録の模様は映像でも撮影していただいておりまして番組放送後10日程度でリメイクラジオという名称で YouTube にアップしていただいておりますのでぜひ皆さんスマホやパソコン等でネオ資ン、アルファベット大文字で NEO SHIGIN と原則いいいたただきますようお願いいたしますこんな2人で楽しくそして分かりやすく皆さんにシギンの魅力や豆知識などについてお伝えしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは「マンスリーリポート」のコーナー このコーナーは、詩吟アーティストのケイセイさんが、毎月、具体的にどういった詩吟についての活動をしてらっしゃるのかを、ケイセイさんにリポートいただくコーナーです。今回は、ライブやコンサートではなく、講演会をされたということで、とても興味深いリポートになると思います。それでは、ケイセイさん、お願いいたします。はい、承知いたしました。えー、今回はですね、はい、十、えー、月の31日に、<ん>特定非営利活動法人のイカス。 というですね。グループの団体の主催の詩吟を聞く会の様子をご紹介したいと思っております。資金を聞く会。今まではね、ステージのごよね様子をこうこちらではねご紹介させていただいたんですけれども、まあ講演活動ということもねやっておりまして、この講演活動というのはどういうものか、大体変わらないんですけどね。気になりますよ。ということで、まああの二時間の。 講演をこの時はやらせていいたただんですよもちろんご依頼の内容によってはねいろいろ1時間の時もあればいろんな時間あるんですけど2時間というねなかなかボリュームのある時間を担当させていただきまして内容が「詩吟を聞く会」ということで詩吟をねやっぱりちゃんと聞いたことがないという方がねやっぱり多かったんですよ。そうなんですということでこちらのね ラジオでもお話ししているような詩吟、はいまあ、というものを 知ってま詩吟と,とはこういうものですよっていうね詩吟、はい、の説明から、うん、そして、まああの市議員の現状です、ね、市議員会の現状状でですすすね会おっっしゃってますもん、ね、<laughs> そうなんですよもう今高齢化してきていてねていちょっとねかなりあの危険な状態ですっていうようなね <laughs> <ー>、まあ、そういう,こう危機的な状況なんかも、はい、まあ皆さんに知っていただきたいなと。うん、でどうして私がこういう活動をしてるのかっていうこともあって、はいまあ、そういったことをね実演を交えながら から話をさせていただきました。はい、えま実演のそう内容ですけれども、まこれもね。あのここでさもう再三言っておりますが、詩吟っていうのはもともと無伴奏あそうですね。アカペラだったんですよ。っていうところでえ。まずはそのアカペラで。 こう、詩吟を聞いていただくということをまず初めてね。はい、まあ、まずこういうものが原型でございますっていうところを、うん、あの、ご紹介して、はい、そしてまあ、今のこの詩吟と言われるもの。うんうん、詩吟といえばっていうので、あの、紅白楽器の、はい。 伴奏がつくだ、はいたいそういったものに詩吟を載せるのがなんとなくこう今は主流で詩吟といえば、はい、あの邦楽楽器の伴奏に合わせるっていう感じなので、うんえー、次にそういう,こう説明をして邦楽楽器の伴奏に合わせた詩吟 をまあ次にご披露してご紹介をする<ー>ということですね。はい、そしてまあ私自身の活動が、うん、やっぱり資金を身近に感じていただきたいとか、はい、あまあ資金をねこう下げたいなというふうに思っているので、まあそういう思いもお話をして、はい、で私の活動としてこう。 いろんなジャンルとねコラボをするっていうことをやっているのでまあ同様の中にね資金を挟んだ同様童謡うん。 それだったりあとはあの私が活動しているユニット、はい、あのサウンドディレクターであのコンピューターサウンドを作ってくれる萩さんとのね、はい、こうユニットシエの楽曲だったりとか、うん、あとはちょっとこうクラシックチックな、うん、こうバイオリンが入ったような伴、えー、奏,奏を使った詩吟だとかですね、えー、いろんなこうちょっとジャンルのいろんなコラボした詩吟をちょっとご披露させていただいて、うん、まあ こういう,こういろんなチャレンジをして、まあ、少しでもね身近に感じてほしいと思ってます、うんはい、っていうお話をするんですが、うん、そうするとね「あここのコラボ好きだった」とか、うん、そうあと童謡はね「いいね」って言われますね。本当ですか童謡だみんな知ってお褒めいただいたりとかそう,うあとあの童謡のねコラボは洋楽。 洋楽とのコラボを聞きたいっていうこと、声が洋楽そうその時はあったんですよ。で,すねはい、で、実は私ね洋楽とのコラボ実はやっておりまして。はい、あのミッションインポッシブルあれに詩吟乗せたりね。えー、イグルスうなんでの。そう。ホテルカリフォルニアにね。はい、あの詩吟乗せたりしてたので。えーあ じゃあいいのがありますよ。そう、あの、おき、そうご披露させていただいてミッションインポッシブルに乗せて川中島をね銀じたらねめちゃめちゃ喜んでくださいました。そう、まあねあのそういうこうリクエストをいただいて、まあわかりましたって急遽ねやらせていただいたりするのがまあやっぱステージとはねちょっと違うかなという。そうですね。距離が、そう距離がねやっぱ近いので、そうですよね。あのいやこれ聞きたいなとか時間がねあれば時間も結構たっぷりに 時間だったんで、あのお客様からのリクエストなんかもバンバンね答えて、そうでもそうやってみると今度お客様からもねダイレクトな感想がねいただけるので、私自身もすごくありがたかったですよね。いいですね、生の声。そう、今後に活かしたいなっていう感じでしたね。で、またあの資金だけじゃなくて歌も聴きたいって言ってくださ、った私あの実は歌手活動もしてましたっていうねあの紹介も自己紹介したんで、え。 歌,手歌う聴きたいなって言われたんでね <laughs> 承知いたしましたと。たということで詩吟 <laughs> だけじゃちょっとね堅苦しいですよねっていう話をして私があの「カラオケバトル」っていうね番組。うん 何度かね出演させていただいたことがあるんですよテレビ東京さんの。でその時にまあ歌った曲をメドレーにしてお届けをしました。そうなんですねるとねやっぱりね知ってる曲歌うからすごく場が和みましたしあとね演歌も歌ってほしいっていうリクエストもあったんで大体そういう時のためにカラオケは準備しとかないですけどね。 の時はね。あの歌わせていただきました。はいまあ、そういうね。いろんなこうリクエストも受けながら、うんはい、あのやらせていただいたんですが、うん、最初からのご要望としてね。詩吟、はい、の体験も入れてほしいと言われていたんですね。はい、なので、まああの詩吟体験といっても。まあ簡単に。うん、あの。 詩吟の発生法ですね。あの腹式の発生をね。あのじゃあ、あの皆さんでやってみましょうって、これやると体の健康にもいいですよ。ということで、そう、大きな。あの、楽にして、あのいつもの言うように悪人の。ですよ体はリラックスしてくださいねっていうことで、あの詩吟の発生体験もしていただきました。ええ、そうしたらね、やっぱお客様。 ね、聞いてくださった皆さん、はい、やっぱ詩吟って力強くおっきい声出してるからね、うん、力が必要なのかなって思ってたけど「目から鱗だったわ」っていうね,そう,ですねそういうねいろんな、あのー、お言葉もいただきまして、はい、なんとなんとですね、はいあのー、こちらのイカスさんが主催をされる来年6月の大きなステージのご出演の依頼を勝ち取ってます。 じゃあまた出てよって言っていただいて、えー、そう。こちらはだから公演じゃなくてステージなんですけれどもね。なんねはいのよも,もなんともありがたいね。い機会をねいただきました。ね、はいまあ、そんな感じで、うん、今回はね。あの講演の活動のリポートをね、はい、させていただきました。けれども、はい、まあ私自身ですね。あの詩吟の指導。うん レッスンの他にまあこうやってステージ活動だったり講演活動でしたね。あとはね子供たちなんかでのねあの資金体験のワークショップなんかもねやっておりますのでねぜひぜひねあのご興味のある方はぜひこちらにねお声掛けいただけるとありがたいかなと思っております。いやぜひぜひ皆さんねお聞きいただいている方ご興味ある方はぜひケンシさんの方にお声掛けをお願いいたします。ということでケンシさんありがとうございました。 以上「マンスリーリポート」のコーナーでしたやっぱりユニコーン推し。 続いては「やっぱりユニコーン推し」のコーナーです。こちらは 上昇流上昇銀道会総計という有名な詩吟アーティストであるけいさんが実は J-POP グループユニコーンの大ファンということで日本伝統文化の中心の一つ詩吟と J-POP のギャップを埋めるべくその推しについての熱い思いをお話しいただくコーナーですさて今月はどんな楽曲についてのエピソードをご紹介いただけるのでしょうかはい、えー、今回はですね、はいあのー、スプリングマンのテーマという曲を ご紹介したいと思うんですがこれね実はあの1993年の5月に発売されたスプリンングマンというアルバムがあるんですよもう本当あの表紙あの CD の表紙もあもスプリングマンのこう漫画が書かれているんですけれどもそのスプリングマンのテーマなんだと思います <laughs>。 <laughs> って,<楽>待っていう曲が書いてる、こ<う>のんですよ、ねそ。そこの楽曲なんですけど、<laughs> はい、これね、あのー、今日はなんでこれ選んだかというと、このスプリングマンっていうアルバムが、はい、まあ,あユニコーンって一回解散してんですよ。はい、そうなのね。そう、1993年に解散してんですよ。この、はい スプリングマンのアルバムが発表された年にねしかもそれいきなり言ったんですよ。えっ<の>、えー、とね「オールナイトニッポン」で「今日僕たち解散します」みたいなの言ったんですよ。<laughs> 突然私たちドキドキキしながらえらそれで知ってももう大号泣だったんだけど、えー、もう本当に一回私たちの青春時代がここでちょっと私,の私たちというかそうもうん。 大好きだったユニコーンが一回ここで解散するっていうことで大号泣したんだけどまさにのこの「スプリングマン」のこのアルバムはあのその一回解散する前に出された最後のアルバムになったんですよ。知らなかったけどねそういう,まあそう,いうことも何も言わずにあのいきなりそう。 あのツアーもがっつりやって、ね、ツアーもすごい楽しんで前、はい、情報もないのに「うん、オールナイトニにユニコーン出るって言って聞いてたら、えー、最後に「これで僕らは解散します」って言ったんですよ。ちめちゃですね、びっくりしたっていうね <laughs>、はい、そういう最後まあ1回目の最後ね、うんはい、の、あのー、アルバムの中に収録をされている、はい まあ「スプリングマンのテーマ」という曲を今日はね、はい、聴いていただきたいなと思ってるんですが、はい、なんとなく切ないような気もするんですよね民オ、はい、さんの作曲んなんで、ね、作詞作曲なんですけど、まあ、いろその時いろいろ考えてたのかなっていう,うそういうのもあ、まあね、感じながら聴いていた思い出がございます。はい、はい、ありりがとうござまます、はい、以上やっぱりユニコーン推しのコーナーンしししのナでたた始めました さてこのコーナーはタイトルの通り全くの素人私有本ひと瞳が慶成さんが教えてらっしゃる詩吟教室にお邪魔してどんなお稽古をされているのかを実際に体験させていただいてあくまでも素人目線ででリポーーートしていいこうというとコーナーですそしてスタジオには新たな詩吟初体験組事務所の後輩成田すみれちゃんにスタジオに入ってもらいました。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、まずね、担当直入に聞くけど、次元レッスンはどうだった？やっぱり詩吟について全く知識がないままレッスンを受けたので、最初、譜面の読み方が全くわからなくて、京成さんのお手本を耳で聞いて、覚えて、声に出すことがとても大変でした。なるほどね。でも、しっかり音がはまると気持ちいいし、練習した成果を。 披露した時にケイセイさんが初めてなのにすごいねとか、うん、練習したことが伝わるとか褒めていただけたので嬉しかったですちゃんとこうあ何なんて言うんですかインプ <laughs> アウトプットす <laughs> いません失礼いたします <laughs> アウトプットできてるっていうのがすごいよね、はい、いやでも私も最初ねやった時は本当に若い わかんないままで体験させていただいて、<laughs> でも本当、耳でね、はい、聞いて覚えるっていうのが大事だなっていうのがすごくわかりました。そうですね、まあ、もう、本当、まさにお二人が言ってるように、<laughs> はい、最初は大変だと思います。うん、あの下調べしたところでね、あのはい、要はあの譜面、<laughs> 譜面はあの流派によっていろいろ書き方も違うし。うん 分からないと思うので本当にさっき苦労したって言ってたようにやっぱりこうそうで日本の芸能伝統芸能っていうのは大体口伝って言って口で伝えるとかって口伝っていうそう大体先生が口で言ってることを耳で覚えるっていうのが大体そういうこう。 覚える形なので、はい、あの最初ねた苦労するとは思うんですけれどももうね一個節が基本的な節が覚えられれば、はい、あの他の題はねこう似たような形になるのでまあ一番最初がねすみれちゃんも大変だったひとみちゃんもねそうですけど大変だったかなと思ってはいるんですが本当にあの音感がねすみれちゃんもいいので、うん、もうそうそ歌い手さんを目指しているということでね音感すごいねもう一回2回。 もう一回でねだいたい覚えてきたよね。はい、うそうそれはすごいびっくりしちゃって。そうだからこれからは、うん、今度もうちょっ優しいお腹ね <laughs> お腹う、はい、もうちょっとお腹頑張ってね。<laughs> 声がちょっと優しいんですか、ね。そう <laughs> 声が優 本当に優しい声してるから優しいの性格もそうですそうです優しいと思いますよ本当にやっぱねやってね性格出るんだよねそうだからもっともっと前に出ていいよすみれちゃんっていう感じもっとアピールしないとっていう感じをちょっとねあの あとは今言ってるところですね <laughs> なるほどですね <laughs>、はい、まあそんなねすみれちゃんなんですけれども、うん、実はねいきなりですか今月なんと成田すみれ<笑><笑>第35回日本四銀選手権東京東部大会に出場することが決定いたしましたそうなんですよね <laughs>、はい、すごいすごい <laughs> ちょっと <laughs> <し>ょ <laughs> あのセンさんにねお伺いしたいんですけど <laughs>、はい、こんなねこう初めて ですぐの人が大会に出場して大丈夫なんですか<あの> <laughs> あの度合いにもよりますけどまあ音感もいいしなんとなくもう歌えてるのであの私はもうここのねプロデューサーさんにもねぜひって言われたしそうですよねそうもう頑張ってくださいっていう感じであのうんまあね頑張ってねっていう感じなんですよねそうでもね比較的うちの教室はねチャレンジャーの方が多いです本当ですかもう今回はこの大会も2回で出る人もでし 2回昨日二回目のレッスンが終わりましたよ。<laughs> ああ<ー>、そう。そう。<ー>とか三ヶ月で出てあのあの準優勝したとか。そう。まああの。 化粧に行ったとか結構ねみんなチャレンジャな方多いですよ。だからそこにぜひすみれちゃんも入っていただいて頑張ろうね。でもまあねこの番組ねこうこれまでとは異なる切り口でこう皆さんが待つシギのイメージチェンジ図っていこうっていう番組の趣旨には合ってると思うのでこのチャレンジな感じがねこうまさにねシギ始めましたって感じなんですけどスミレちゃん大丈夫？ <laughs> まあ正直言ってちょっと大丈夫でではないです、うん、<laughs> 大丈夫じゃないか <laughs> そうだよね。大丈夫だよ大丈夫だよ <laughs> <laughs> なんかそんな感じですけれども、うん、まあちなみにね <laughs> この第35回日本詩吟選手権は日本詩吟協会さんが主催の、はい 全国各地の100近くの団体、うん、流派会派等の皆さんが一堂に会する日本最大大規模の伝統ある大会だそうですねもうねもう本当あのー、毎年ね開催されているコンクールなんですけど、はい、あのたくさんねあのやっぱり詩吟の団体もいろいろあるんですけれども、はい、こちらの団体あの本当にあの優秀ある、あのー、歴史も古いあの団体さんなんですけど、うん、だけどとっても画期的なことをやってらっしゃる おっあのすごく詩吟の団体さんの中ではあの破天荒私あのネオ詩吟にぴったりなうんというかねそう大体詩吟ってスタンドマイクで、はい、あの。 もう直立不動でビシッとこう凛と銀汁っていうのが、うん、まあ大体コンクールなんか特にそれを求められるんだけど<ー>こちらなんとねハンドマイクも OK <お>っていう、うん、そうなんで,すかでまたね詩吟って題材があるんですよって言ってたじゃない、はい、もう漢文とかね<お>っていうでもここはねなんと 自作の監視とか自作の和歌でも結構ですよっていうそうなんですか自作もありな一応監視であればねあと和歌であればとかそうそういうのもすごく画期的だしあと何と言ってもねあの普通のコンクールって前も説明したと思うんですけどあの年代別なんですよ大体は子供の部とか少年の部とか で高齢の部が一番多いのっていうね,うね説明もねしたでしょう。<laughs> はい、でもなんとここは、うん、あのキー別キー別そう声の高さ別なんですよ。そうなんですか。そうだからあの、えー、このキーの。 あのまあ言っね本数っていうのがあって7本だとあのお年寄りも若い子も関係なくみんな7本7本の部とかそうそういうふうにキーであのそうや分けてるっていうねこれもねここだけだと思いますがそう,う,うそういう,こう面白い他のあの団体とは違った切り口であのコンクールなさるのであの本当にあの面白いというか私はねとっても、えー、かうううののっ 的な団体だと思っております、うん、本当この番組ぴったり <laughs> ぴったりですよね, <laughs> そ,<う>ねそのね東京東部大会に、はい、平成さんの上昇流上昇銀道会の一員として出場するわけだもんねはいちゃんねそうですよねでもさ <laughs> ほらほらねなかなかねできないせっかくの経験ですし <laughs>、はい、まあすみれちゃんね将来歌詞も目指してるっていうことだからさいい経験にはねなると思うんだけど それはそうですねだよね、はい、だよねだからこう経験の一つとして出場するって考えつつこのシギン選手権はどんな大会なのかを具体的にリポートしてきてくださいああいいですねそれはねねいいですねシのそうそういった大会って普通ね、うん、一般の人はねあのなかなかね、うん あの聞く機会もないですね。うすねどういう感じなのかなってね、うん、リスナーさんにもね知っ、うん、ていただけると思うので、はい、よろしくねすみ、うん、ちゃん。よろしくお願いします。よけい <laughs> 余計にハードルが上がってるような気が <laughs> いや大丈夫ですもんねあの太んね。 押しておりますのでお<ー>ありがとうございます,いいす、ね、はいいやケイセさんがついてらっしゃる <laughs> そうよ私が<笑><笑>ついてるから <laughs> る、ね、大丈夫ってよく分かって <laughs> <laughs> スミちゃん頑張ろうねはい、はい、頑張りますではね最後になりますけれどもラジオお聞きのリメイクラジオをご覧の皆さんに、えー、スミレちゃんからコメントお願いします大会出場大会リポート頑張ってきますので応援よろしくお願いします はいお願いいたしますそしてけいせいさんからも一言お願いしますはいあのもうね無謀な挑戦だと思いますけれどもあの, <laughs>、はい、あのもうあの変に気負わずリラックスしてあくびで、はいうん、あののびのびとやっていただければなと思っておりますはいありがとうございます、はい、私もすみれちゃんのね活躍を期待しておりますので、はい、ぜひぜひ頑張ってきてくださいありがとうございます以上主言始めましたのコーナーでした 皆さんがお聞きのこの番組ネオシギン、早くもエン,ンくエンディングが近づいてまいりました。皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組ネオシギンは。 毎月第二第四火曜日夕方六時からお送りいたしておりますので、皆さんチェックお願いいたします。九州さん、今回はいかがでしたでしょうか。今回はね、はい、もうあのすみれちゃんの挑戦が、あの、うん、私自身も楽しみですね。そうですね,ね。まあ、皆さんにまたご報告できればと思っております。はい、そして、番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見をぜひお送りいただければと思いますので。宛先をお伝えいたします。メールアドレス。i n f o アットマーク p。

ありがとうございました。